チェチェン共和国。チェチェン共和国は、北カフカース、北コーカサス地方の北東部に位置するロシア連邦北、カフカース連邦管区に属する共和国。設立は1991年で、首都はグロズヌイ。北カフカースの先住民族の一つのチェチェン人が、住民の多数を占める。ロシアの憲法上では、ロシア連邦を構成する連邦構成主体の一つである。 したがって、入出国手続きなどはないので、ロシア滞在詐称で、滞在可能である。日本からの移動手段は、モスクワから、UTA アビエーションで、グロズヌイへ、飛行機移動となる。ロシア語による、正式名称は、ラテン文字転写、チェチェンスコジャレスプーブリカロスリスコッチフェデラツィ、チェチェンスカヤリスプーブリカラスイースカイフェジェラツィで、ロシア連邦チェチェン共和国と訳される。 チェチェンスカヤはロシア語による民族名チェチェン、チェチェニエツの形容詞型で国名は直訳すればロシア連邦のチェチェン人の共和国となる。ただし、チェチェンは多少でチェチェン語による自称はの不地意、である。ソビエト連邦解体後、ロシア連邦政府及びロシア連邦への残留を主張するチェチェン人勢力とチェチェンチケリア共和国やカフカース主張国を自称する。 チェチェンの独立を求める武装勢力の間で対立が続き、二度のチェチェン紛争と独立派のテロリズムが発生した歴史がある。18世紀にロシア帝国がカフカースへの南下を進めると、チェチェン人はロシアの支配に対して激しく抵抗を繰り広げたが、1859年にロシア帝国によって周辺地域と共に併合されたコーカサス層。 ソビエト連邦の成立後、チェチェン・イングーシ自治共和国として、ロシア・ソビエト社会主義連邦共和国の一部とされたが、第二次世界大戦中の1944年に、対独協力を恐れたヨシフ・スターリンによって、チェチェン人とイングーシ人、約50万人は、カザフスタンやシベリアへ、強制移住させられ、多くが死亡した。彼らは1957年に、フルシチョフにより、 母国への帰還を許され、自治共和国が再建されるが連邦政府に対する不満は残った。チェチェン人たちが1990年11月にチェチェンイングーシ自治共和国のソ連邦からの独立を宣言し、1991年5月にチェチェンイングーシ共和国に改名し、10月に共和国と連邦政府の間でソ連邦からの独立は認めないまでも共和国を、 チェチェン共和国とイングーシ共和国に分割することで同意すると翌11月に当選したばかりのチェチェン共和国初大統領ジョハルドゥダイフがソ連邦からの独立とチェチェンイチケリア共和国の建国を宣言した。ただしソ連邦はこれを認めなかった。1991年12月のソ連崩壊後のロシア連邦政府もチェチェンイチケリア共和国の存在を拒絶し、 1994年12月に、ロシア連邦大統領、ボリス・エリツンは、チェチェンの連邦からの独立を阻止するため万のロシア連邦軍を派遣し、第一次チェチェン紛争に突入した。独立派は、ゲリラ戦で激しく戦い紛争は、泥沼化したが、1995年2月に、ロシア軍が、チェチェンの首都グロズヌイを制圧し、1996年4月に、 ジョハルドダイフの殺害に成功すると、8月にエリツィンと、チェチェンの武装勢力のリーダーの間で停戦が合意された。そして1997年5月には、ハサブユルト協定が調印され5年間の停戦が定められた。この紛争では10万人以上の一般市民の死者を出した。停戦中の1999年8月7日に、カフカス県における、 大イスラム教国建設を掲げるチェチェン独立派の最強候派のシャミル・バサイフとアミール・ハッターブが和平協定を破り突如隣国のダゲスタン共和国へ侵攻。また、同月と翌9月にモスクワでアパート連続爆破事件が発生したロシア諜報機関による自作自演の疑惑あり。このため、首相ウラジミール・プーチンは強力な指揮のもと、 ロシア軍をチェチェンへ進撃させ1999年9月に紛争は再開。1997年の和平協定は無効となった。プーチンはエリツェンの健康悪化により99年12月に大統領代行に就任し、2000年に大統領に正式に就任した。この第二次チェチェン紛争でロシア軍は2000年に首都グロズヌイを再び制圧した。ロシアは アフマド・カディロフをチェチェン共和国の大統領につけてロシアへの残留を希望するシンド派政権を釣らせ独立派のチェチェン一ケリア共和国をザイアに追った。しかし以降もチェチェンの独立運動は続きロシア軍との内戦状態が続いた。ゲリラ化したチェチェン独立派勢力はアルカーイダ等の国外のイスラーム過激派勢力と結びついてテロリズムに走っていると言われており 紛争はさらなる泥沼化に進んだ。独立派の関与したとされる事件は、犯行声明が出されているものだけでも2002年10月の、モスクワにおける、ドゥブルフカ劇場選挙事件、12月のグロズヌイの、行政不ビル爆破事件、2003年6月の、モスクワ野外コンサート会場爆破事件、2004年5月の、カディロフ大統領暗殺事件、8月の、旅客機動自イジャック事件、 モスクワ地下鉄駅付近爆破事件、9月の北オセチア共和国ベスランにおける、ベスラン学校選挙事件などがある。これに対して、プーチン政権は、2003年から2006年にかけて、独立派のチェチェンイチケリア共和国の第2代、大統領ゼリムハミヤンダルビエフと、第3代アスラン・マスハドフと第4代アブドルハムを殺害し、独立に向けた武装闘争に対しては、 徹底的に鎮圧する意思を一層明確にした。また、ロシア政府は2005年11月に共和国議会選挙を開催させ、チェチェン紛争の政治的解決プロセスの総仕上げとして、この結果を評価した。これに対して正常化に向けた前進と評価する意見が存在する一方、独立派はロシアによる翼産選挙であるとく反発している。 2006年6月には、イラクのイスラム武装勢力が、ロシアの外交官を拉致し、チェチェン共和国からのロシア部隊撤退などを、同国政府に要求。その後、要求が受け入れられなかったため、外交官を殺害するという事件も発生する。2007年に独立派による、モスクワ・サンクトペテルブルク間列車爆破テロが起きた。2009年5月、ロシア政府はチェチェンでのテロ活動が、 新生化したとして、反テロ特別治安体制を終了すると宣言し、ここに第二次チェチェン紛争が終結した。ロシア軍により20万人近くのチェチェン人が犠牲になり、4分の1のチェチェン人が死んだと言われている。長引くチェチェン紛争に対しては、ロシア国内からも様々な意見が出されている。第1次チェチェン戦争は、エリツィン大統領再選のために必要であった。 今回の戦争は、エリツィン大統領が自ら選んだ後継者としてこうに、支持する、ウラジーミル・プーチン・元首相が、世論調査で順位を上げるために必要とされていると、アメリカ会員で、エレーナ・ボンネル、反体制物理学者、アンドレーサハロフ博士未亡人は、証言をした。第2次チェチェン紛争は終結したというものの、チェチェン国内ではテロに対する厳重な警戒態勢が、 取られている。また、イスラーム過激派自体も、チェチェンから近隣の共和国に拠点を移しただけ言われる。2009年11月に再び、モスクワサンクトペテルブルク間列車爆破テロが2010年3月に、モスクワ地下鉄爆破テロが2011年1月のドモジェドボ空港爆破事件が、独立派武装勢力により引き起こされている。 これらの事件では独立派武装勢力のカフカース、主張国のアミール、ドク・ウマ・ロフから反抗声明が出されている。ただし、ロシア政府はチェチェンとの関連を否定している。近年ロシア政府は力でテロを封じ込める方針から、経済振興によって地域を安定させる方針へと政策をシフトさせている。新たに連邦管区を設置し、大統領全権代表には、 企業出身の人物を就任させ、中央直轄で経済の底上げを図ろうとしている。コーカサス研究の広瀬陽子は、チェチェンは収束するどころか、深刻化していると指摘している。一方、独立過激派は、ジョージアのパンキシ警告やダゲスタン共和国、イングーシ共和国へ活動の拠点を移していることで、近年は大規模なテロは起きてないものの、 アイスセルが警官を襲撃する複数の事件も起きるなど事案は全面的には回復していない。ボストンマラソン爆弾テロ事件でイスラーム過激主義の二人のチェチェン人が容疑者と認定されるとチェチェンへの関心は高まった。ウラジーミル・プーチンはチェチェン人独立がイスラーム過激派によりもたらされているとしてロシア連邦軍のテロ対策の正しさを強調した。 2014年より始まった2014年、ウクライナ内戦に、チェチェン人が多数進路派義勇軍として参戦していると、報道された。現チェチェン共和国市長である、ラムザン・カディロフはと呼称される紙幣をウクライナに、派兵するような、支援は行っていないと否定している。チェチェン人はロシアに併合された後も抵抗運動を、繰り返し、ソ連時代から長きにわたって、 弾圧を受け続けてきた。そのこともあり、反ロ感情は極めて高いと言われる。しかし近年では長引く紛争に国民が疲れ果てており、ロシアによる統治を受け入れ、地域の安定化を実現させようという機運の高まりも指摘されている。ロシアは巨額の復興資金をチェチェンに投入し、怪獣を図っているが、近代化は必ずしも成功していない。また現在では、 独立派の指導者であった4人のチェチェンイチケリア、共和国大統領や、モスクワ劇場選挙事件やベスラン学校選挙事件、等の多くのテロ事件で、犯行声明を出していた過激派指導者のヤミルバサエフ、等、独立派の主要人物が、ノキナみロシア治安当局によって殺害されており、独立派の士気は相当低下しているとの見方も、存在する。第二次チェチェン紛争において、 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は元、独立派指導者の一人であった、チェチェン人、アフマド・カデロフラを指導者に立て、チェチェンの反独立派運動の抑え込みを目指している。2003年10月の大統領選挙で、初当選したカデロフは、独立派をテロ集団とする連邦政府の方針を支持していたが、2004年5月9日、その独立派のテロにより暗殺された。 2004年8月29日大統領選挙が行われ、あるアルハノフが当選した。2007年には、プーチン政権の強力な後押しを受けて、アフマド・カディロフの息子、ラムザン・カディロフが大統領に当選した。カディロフは、連邦政府と緊密な関係の下で、チェチェンの経済発展産業振興を推進する。一方、復興資金の横領や、 自身の側近や一族に権力を独占させ、独裁的な手法によって反対派を弾圧してきたと批判される。2009年7月には、チェチェンの女性人権活動家、ナターリア・エステミローバが何者かに拉致され、隣のイングーシ共和国で遺体となって発見される、事件が起きている。地元の人権団体によれば、治安当局による拉致や拷問が頻繁に起きており、 旧ソ連時代と比べても市民の政治的権利は後退していると主張している。ロシアがチェチェンの独立を強く拒絶するのはチェチェンの独立によって多民族国家で多くの民族共和国を抱えるロシア連邦の求心力が低下し解体に向かうことに対する懸念が大きいからだ考えられる。また、チェチェンが カスピ海の爆雨油田から国海沿岸ののぼろシースクへとつながる石油パイプラインの通り道にあることもロシアが独立運動に対し強硬な態度をとる一因である言われているさらにロシアの独立派に対する強硬姿勢を批判するなど独立派を間接的に支援してきた反ロ傾向の 強い西側諸国との対立構造もあり、チェチェンの独立阻止はロシアにとっても絶対に譲れない視線となっている。国海とカスピ海に挟まれた北カフカース、北高ーカサス地方に属し、カフカース山脈の北陸の斜面と平野に広がっている。国土の東と北東はダゲスタン共和国に接し、西はイングーシ共和国及び北オセチア共和国、 北西はスタブロポリ地方、南はジョージアに接する。面積は一万七千三百キロメートルで、日本の四国家ほどの大きさ。国の北部をテレク川が東西に走り、テレク川から分岐したスンジャ川は、首都グロズヌイを横切っている。南北を流れるアルグン川は、グロズヌイの東部でスンジャ川に合流する。二度にわたる紛争により、チェチェン経済は崩壊状態となった。 内戦の影響で、チェチェン産業のおよそ80%が喪失されたと、される。首都グロズヌイにおいては、大手石油企業ロスネフチの子会社であるグロズネフトガスが、本格的に進出するなど、経済活動が復活しつつあり、高層ビルが建設されている。現在のところ、再建の見込みがある、唯一の産業は、石油産業である。 2003年の石油生産は1980年代の400万トンから加工しておよそ150万トンと見積もられる。ロシアの石油生産合計のおよそ0.6%を占めた。ロシア政府は3年間で2000億円規模の予算を継ぎ込み様々な形でチェチェン経済の再生に費やされたとしている。しかし、 失業率は2011年3月比で40%以上である。チェチェン経済に関する問題は、ロシア連邦の経済に少なからず影響を及ぼしている。1990年代に発生した、ロシアの多くの金融犯罪は、チェチェン人の金融組織が関与しているとも言われる。彼らは、ロシアの米ドル金融政策に大きく関与し、ニセドル札が多く印刷された。 密輸及び密貿易は未だ国内の重要な経済活動となっている。ロシア連邦以外の国際ビジネスとして中東諸国、中国が進出してきている。また、ドイツ系の建設企業も参入してきており、グロズヌイ氏に 400M 超えのビルの建設を落札した実績がある。1万人以上収容可能なヨーロッパ最大のモスクがある。その影響もあり、 中東諸国との交流が盛んである。郊外ではスキー場建設が進んでおり、国内外の観光旅行者の集客に積極的である。1989年に行われたチェチェン・イングウシ共和国の統計では、チェチェン人が95万6879人、イングウシ人が23万7438人で26万9000人のロシア人は、 人口の約23%で比較的少数派であった。その後、西部がイングウシ共和国として分立したため、イングウシ人人口が大幅に減少し、内戦と社会不安でほとんどのロシア人は国内から退去した。1990年代の終わりに、チェチェン共和国に残っていたロシア人は約6万人である。ロシア連邦は一般に老齢化した。 人口構成を持つが、チェチェン共和国は、例外的に最も若年層が多い人口構成を持つ。また、1990年代の初めにはいくつかの地方で自然人口増加が見られ、それ以降連邦構成主体の中では極めて高い人口増加率を維持している。国内で使用される言語はチェチェン語とロシア語である。チェチェン語はカフカース諸語のうちのナフ諸も、 あるいは北東カフカース諸語と呼ばれるグループ、ナフバイナフ語族とも、二族、イングー氏語と非常に近しい関係にある。ほとんどのチェチェン人は、16世紀から18世紀に、東のダゲスタンから伝わったイスラム教のスンナ派を、信仰している。しかし、民衆の間では厳格なスンナ派よりもイスラム主義と、結びつきやすいスラム神秘主義の一つ。 ナクシュバンディ教団などの影響が強い。チェチェンへのイスラムの普及や19世紀のロシアへの抵抗において重要な役割を果たしたのがこのような神秘主義教団であった。ただ、貧困や失業のために若者側ハーブ派のような過激派組織と結びつく傾向もあるので学校でイスラムの基礎を教えようという動きがある。この地域は モスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で、過時間はない。2011年3月までは標準時がアトックプラス3で、夏時間がアトックプラス4。同年3月から2014年10月までは通年アトックプラス4であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。